目つぶすなって、あの子も。でも美味しそう、そば。いやそうね、確かに。あ、ない。ないね。いや、仮免…大ちゃん、ある？何が？仮免許っていうのを貼って運転してる人見たことある？あれ、教習所ってそうじゃなかった？あ、そうそうそう。いや、一応行動で。あ、ガチの、うん、ガチのはないな。これ、要はこれよ。こういうの貼って運転してる人ないよね。馬がいいって言ったの。うん、大丈夫。あ、いい。ルール上はね、マグはやっていいって、なんで俺のことそんなに信頼してるの？ルールブック、マグはルールブック。ワンチャンなんか言われた時に俺を矢面に出そうとしてるでしょ。そんなことない。そんなことない。そんなわけないやん。なるね。そう、自分もしね、なんか言われたらもうすぐに自分であれです、ちゃんと言う。それ言ってもらわないといけないですけど、うん、あ、リュウくんだ。リュウくんだ。本当だ、柳瀬隆史、リュウくん。カタカナでリュウ。もしかしてこの先生、リュウくん何個あったでしょうとかクイズ出るんだよね。隠れリュウくん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 を探さび。隠れリュウくん。隠れリュウくんを探さび。そんなディズニーみたいな。行く。うちのリョウくんはね。リョウくんどこ行ったの？あんなとこに。自由だな、リョウくん。うちのリョウくん。関係ない。めっちゃ面白いガチャガチャありましたよ。何？めっちゃ面白い。何ガチャ？いや、もう見た方がいい。何が出るか分かんない。でも、なんか言葉だ、説明書きだけあって、うんうん、いっぱい種類あるしかも。ただ、500円。待って、究極の究極の爪切りのガチャあるよ。何これ、シュールだな。こっちにもあるんですよ。これちょっと見たいな。気になりますよ。ちょっと誰かこれ買わない？ちょっとマミさん、気になる、気になる、ガチャガチャ。究極の爪切りなの？めっちゃ切れるの？あ、違うやつ。あ、違うやつ。あ、違うやつ。これは少なくなったら足すだけっていうやつと、じゃんけんに負けたら買うしかないってやつと、あと結構当たるおみくじ。あと、見てください、精神と石の部屋はこっち。いいですよ。これちょっとちょっと試したいは感はありますね。え、発見者両方がやってるよ、うん、ありますね、500円1枚いっちゃいますか。じゃあリョペが見つけたリョペですか。そうだね、うん、好きなのか好きなの。この中だったらでも怖いもの見たさ、うん、左と右すごいですよ。出てこなかった場合左右に揺らしてくださいって書いてます。うわ、管理してるのはこの先の刃物屋さんです。刃物屋さん、みんなの夢を背負って、うん、投入。あ、出てきた。軽いっす。軽いの？軽い。500円で軽い。500円。500円だよ。これ見てみて。結構高いよ。やばいな。ない。なるほどね。こういう感じか。怖い。困りますね。リアクションに。困る。それ系。そっち系。こちらです。あー誰？一つ目、怖いものってこういうことなんですね。お化けって怖いもの見たさんね。深夜とかいたら怖いね。事務所に飾ります。いや、もうそうだね。これじゃ あの視聴者にプレゼント。DVD の DVD 一枚だけこれに入ってる。視聴者プレゼント。視聴者プレゼント。はい。そうしよう。髪の毛生やしてる。でもね、あの昨日イオって場所通ってるんですよ。イオ館のイオ。なんか柑橘系が多いね。確かにね。あと地酒。うん。あ、松を。
これあれだ、土佐の刃物、やっぱりあの爪切り、それに関連してるんですね。そっちが欲しいね。切れ味がいいっていう。じゃんけんの勝者はこれって書いてある。これじゃないの？これやろう。これしかない。これも勝者。これさ、そういうことです。要はあの男気じゃんけんでね。じゃあ、ルペちゃん、はい、じゃんけんしよう。じゃあ500円をちょっと、じゃあ私立て替えとこは。そうね、そうね。じゃんけんの勝者はこれの。はい、やす。最初、グー、はい、やす、ポン。はい、グー、ショー。流れ変わってきたぞ。初めてだ。流れ変わってきたぞ。変わってきたけど、でもあんまり痛手じゃないのよね。まあ、まあ、いいじゃん。まあまあまあ、でも流れ変わってきた。まあ、流れ変わってきた。これが呪いのガチャになる。これをきっかけにね、全て勝てるように、勝てるようになっちゃう。何やっても、はい、決まりました。クリタマロです。流れが変わりました。本当ね、初めてだよ。永遠に勝てる。いきますよ。どうぞ。あ、この後どう？全ての運命が。重さは？あ、パンパン。重いの軽いの？いや、軽いですね。簡単に札出てくる。怖っ。ショッキリなのバイニって出てくるやつみたいな。札がじゃなくて本気のやつ。こんなギャグじゃない。本気のやつ。髪の毛。え？何それ？え？え？え？爆弾さん。出てきた。爆弾。怖。怖。これ怖いわ。ちょっと爆弾かな。何やろう。いや手榴弾、でも手榴弾みたいな。イメージこのカチッ。手榴弾、手榴弾。あ、でも待って、タンブラーじゃない。タンブラーってこと？ここ上ほら。あ、タンブラーか。うん。水入れとけるじゃん。よかったじゃん。水分を鍾乳洞で喉乾いたら。よかったじゃん。すくね。よしよし。1時間かかるんですか？意外とね。じゃんけんでエスカレーターと。あ、いいじゃん。やめようよ。もう785段の。いやーきついな。結構あるの。一人二人？二人二二二。そうしよう。じゃんけんで勝った人がエスカレーター、負けた人は階段。これはもう見えるね。もういるもん。負け2人、負け2人登る。最初はグー、ジャンケンポン。うわっ、ジャンケンポン。よし、完全に流れ変わった。もう流れ変わった。ちょっとちょっと流れ継続と流れ変わったと。じゃあ取りながら行ってね。どこまでこっから約1時間1時間。え、やば。よしよしよし。やば。流れ変わったよ、俺は。嘘やろ。マジで。俺そんなつもりで言い出すんじゃないよ。大丈夫大丈夫。水分補給するときにここちゃんとボトルあるから。うわーきつー。いやでもいやそんなことない。いや多分そこまでやと思うよきっと。せめて一回一回がいいな。あいつ七。これが天竜人と下人の違い。いいね、いいね。あ、でももうここまで、ここまで。いけるいける。ここまで、ここまで。結構しんどいな。ちょっとあの龍馬のとこで。結構歩いてます、ね。歩いてる歩いてる。結構しんどいな。うわ、これコンピラさん思い出した。コンピラさんやな。はい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 。なんやなんや。遅かったっすね。遅いね。遅かったっすね。ここに。ここにパンフレットがある。うん、これはクイズ絶対出るんで。うん。俺だけが持ってきます。あ、なるほどね。今、マミさんも持ってきてね。ありがとうございます。じゃあ一人一枚取ってください。あ、これだ。これだ、こっちだよ。これか。じゃあこれあんた自分のなくさないで。行って帰って40分。でも全部階段ですか？
はい、ありがとうございます。はい、皆さんどうぞ。はい、見てください。はい、先ほど行きましょう。涼しい、もう涼しい。あ、涼しい。むずいな、これ。まあ、整うな。はい、気をつけてください。これちょっと先行ってもらおうかな。うん、うわ、ちょっと待って、狭っ。涼しい。わ、すごい。すごいね。風冷た。りょっぺ、はい、ちょっとペース落としてちょ。ゆっくり行こう。あ、ぶらっ、これ腰痛いぞ。名探偵コナン、あ、鍾乳洞のラビリンス。真っ暗すぎて何も見えない。見てね、涼しそう。綺麗。あれが来たら通りたい。うるさいな。うわぁ、コナンが持ったわけじゃなくて自然できたんでしょう。うん、自然できてると思う。先人の間だそうですね。うわ、奥まであるね。水が作った芸術品です。あ、北川さん、感度上げたら顔見えるんですけど、妖怪みたいですよ。あ、ちょうど暗くなった。あ、いいですね、いいよ。ホラー感出てる。光いい感じに当たってました。妖怪コウモリを作る。あ、いいですね。撮れたかバッチシです。撮れてるでしょ。はい、もう視聴者も今、左に曲がりますよ。あ、うわ、視聴者が今湧いてますよ。湧いてるでしょ。はい、ここ右に曲がりますよ。あ、微調整に気をつけてね。はいはいはい。うわ、視聴者が今ワーキャーしてます。今すごい。あ、さあ、あ、今登録者数が今秒単位で減っていってます。狭い道がありますよ。あ、気をつけて。はい。お、インディ・ジョーンズ。暗いな。こっちだ、こっちだ。あー、いいっすね。はいはい。これ今何ですか。こっから魚が落ちていく。こっから落ちていくの。戻ってこれないじゃない。これが要は上からこう雫がどん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 垂れて、それがどん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 石灰がっていう。そう、すごいね。うん、そう、長い年月をかけて変わっていくと。わあ、すごい。これが結構なんかメジャーな感じなのね。ライトアップまでされてる。わあ、すごいね。これ記念です。なぜか誰の記念なの？これね、僕なんです。やってしまった。気をつけて。うん、記念。だん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 北川さんが藤岡弘に見えてきた。そうでしょ。うん。藤岡隊長。この上にコウモリが、気をつけて。これ食料なくなったら、もしかしてコウモリを食べる。あ、食べるんだ。非常に危ないから。コウモリは食べて大丈夫なんですか。フライになると危険で、素人さんには食べれないからね。もうマジで。僕ぐらいになるとコウモリ食べちゃう。あ、食べちゃうんですね。コウモリは美味しいんですか。コウモリ美味しいよ。美味しいんですね。非常に淡白なんですよ。見てください、藤岡先生、ついに来ました。しんどい坂です。シンプル通天門、しんどい坂です、うん、これしんどいから気をつけて。なんだこれ、ゲートオブヘブンって書いてある、うん、そうだ、天国への門。素人って呼ぶなよ。カメラでモニタリングされてますよ。これ頭いいね、ちょっとね。ナイス。分かってるわけ。疲れた。熱っ。よいしょ。はい、こういう感じ。お困りのことあったら10番押したら係の者と喋れるらしいですよ。疲れましたって。そうですか、うん、頑張って、頑張ってください。今しんどい坂ですよね、わかります。頑張ってください。